皆さんこんばんは、浜野誠です。よろしくお願いします。今日は暑かったですね。そんな暑さも吹き飛ばように、音楽を聴いて過ごしてください。最初に夢のかけらという曲を聴いてください。幼い頃に受け取ったワクワクするような夢のかけら、それを勇気と呼ぶこと、その時はまだ知らなかった。夕焼け空俊太郎さんの詩集なんですけども、なかなか、僕のこう金銭を揺らす、詩があったので、今日はそれを、皆さんに朗読をして、で、それにちょっとこうつながるような、曲を一曲演奏するというのをチャレンジしてみたいと思います。拍手月からの風景、谷川俊太郎。彼方に地球はかかっている。
しらじらと輝いて、その大陸は地平線をなくし、その太陽は水平線をなくし、その青空は青をなくし、彼方に地球はかかっている。都市を乗せ、山々を乗せ、寺と塔を乗せ、猫とネズミを乗せ、私を乗せ、地球は彼方にかかっている。午前10時の午後5時の暁と牛蜜時の今日と明日とも回り続ける危うい駒、彼方に地球はかかっている。ナパームの閃光は見えず、黒も白も黄も見えず、セザンヌのリンゴも見えず、どんな廃墟も見えず、けれど地球はかかっている。月の火口の重なる向こう、ひょっこりとむしろ律儀に、一生懸命に、地球は一人動いている。込み入った経験と単純な決意に押され、小さな一人の子供の手に押され、木々の穂に押されて、彼方に地球はかかっている。ああ、めくるめくこの吐き気、半分の夜を抱き、生まれ出る赤ん坊を抱き、45億年を抱き、彼方に我がふるさとは輝いている。星々とともに遠く小さく、街をすり抜けてく。
けて黄色い月が霞んでいく。忘れはしないよあの涙、まるでダイヤモンド雲の影で、いつも幸せに乗る。月の光に祈り込めてあなたを思ってる。見知らぬ街角歩いてる、あなたを思ってる。風に吹かれた雲
ペア一緒ですけど、今日ね、出演してる人たち、夏の曲を持ってない人ばっかりが今日集まってるっていう、そんな状況ですけども、そう思って、去年は夏といえば僕はこの曲がすごい大好きで、夏はこの曲なんですよって持ってきたカバー曲があって、今年もね、それを歌いたくなりましてですね、相当この曲が好きなんだなというふうに思う夏のカバー曲をお持ちしました。夏といえば、太陽がさんさんと輝いてね、海に行ったりだとか山に行ったりだとか、すごく日焼けをしたりだとか、カンカンと照りつける太陽を、はつらつとした若者たちの生き生きとした声みたいにね、なりますけれども、私はどちらかというと夏は、ざーっと雨が降ってるような重苦しい、今か今か、あの入道雲、この雲がぶわーっと来て、真っ暗になってきて、昼間なのに暗くなってきて、ザーッと雨が降る、そんな雨が好きな、夏が好きなんですけど、まさにですね、その雰囲気を漂う、松任谷由実さんの曲があるので、それをやってみたいと思います。では聞いてください。ハローマイフレンド。Yesterday, 君に恋した
悲しくて悲しくて君の名を呼んでも眠り込むあの夏の日君を亡くしてから寂しくて寂しくて君のこと夏の切ないハローマイフレンド、そして台風が出てくるので雨も降るのかなと思いつつ、雨が降ってきてちょっと切ない曲、記憶の花束という曲を聴いてください。静くが落ちて振り返ればあなたが微笑んでくれた駅前のロータリーカバンを傘にしたして二人の肩濡らしてもいつか変わる思い出に記憶の花束して見せることない顔遠くを見るふりをして横顔を見つめたガラス玉のように心濡らしても
どうもありがとうございます。今日 の、 あのライブ の、 あの出演者の皆さんは本当に僕が大好きな方々ばかりで、ゆうさんは初めましてでしたけれども、ゆのみさんは2回目か3回目ぐらいで、2人の掛け合いが今日はより良かったなというふうに思ってます。次に出てくる平毛エレキテルさんも個人的に大ファンでありましてですね、あのなんて言ったらいいんだろう、あんまりミュージシャンがミュージシャンのファンになるっていうのはね、ただ嫉妬してるだけなのかもしれないんですけど、僕には決してできないことをやられていて、いや素晴らしいな、同じことやってみたいなと思って、ゴミの日の曲とかやってみたいなと思うんですけどね。どうしよう、もうもしかしたら来月やってるかもしれません。会社でね、ハマちゃんをどうやったらこうもっと売れさせられるかみたいな飲み会の話題で、天野くんはもっとこうプライドを捨ててギャグ路線っていうか、そのお笑いに走った方がいいんだよと、ね、っていうことか、替え歌とかさとかって言って散々いじられてるんですけど、いやもうこれはゴミの日やるしかないかもしれないとね思ったりもしてね、本当紛らわしいですよね。燃やしていいのか燃やしてはいけないのか、いい喋っててまだやや時間があって喋りたくなってしまいました。いやいや、もうだからどうするのっていう話ですけど、まあ、自分にできることをコツコツやるしかないんですけどね。だから趣味でゴミの歌を歌いたいと思いますけど、自分にできることを自分なりにやるしかないのかなと思いますね。プライドは捨てながら、余計なプライドは一枚一枚脱ぎ捨てながらね、裸で何が悪いと言ってみたりもしながらもいいですか、もう喋らなくて次の曲はですね、そんな自分の曲を作ってくる中では、こうかっこよく作ろうとか、こんな曲がいいんじゃないかっていうのを考えて作ることもあるんですけど、ほぼ考えずにできた曲っていうのがあるんですね。もう気の向くまま、手の向くまま、歌のメロディーが思いつくままに作った曲、手のひらという曲を聴いてください。
つも君の言葉をやっと分かり始める。ちょっと遅いけど、退屈な日々を特別にするのはきらびやかな慰めじゃない。いつも通りでも何事もなくても君がそばで幸せそうにずっと笑ってる。それを見て僕も笑ってる。そう何気ない日常の時、満天の星に思いを馳せてもあの枝にさえも届かない。見上げてばかりで隣でうつむく君の顔を見てなかった。もう大丈夫、僕がこの手を伸ばすのはずっとそばにいる君の手のひら。どうもありがとうございました。そうだ、さっきレイレイさんの名前言うの忘れちゃった。レイレイさんもね、僕は初めて歌を聴いた時に、おこの人にはかなわない、この声にはかなわないと思ったぐらいインパクトのある声を持った女の子だと思ってます。いつか僕が主催の、ライブイベントをナップでやるときは、レイレイさんと平木さんを必須でお願いしたいなと。何を言ってるでしょうか。だんだん緩くなってまいりました。まあ、暑いのでですね、皆さん今日は、エアコンつけっぱなしで寝冷えなどしないように、明日に備えてください。明日休みですから、今日はゆっくり、ね、飲んでもいいんですよ。今日はね、明日のことは考えず楽しく今日この後を過ごしていけるように勢いのある曲で終わりたいと思います。最後に青い炎という曲を聴いてください。今日はどうもありがとうございました。誕生日の下、空の下、青く燃ゆるは僕の影、心の空に瞬いた星星たちも目を閉じて、君が憧れてたこの街に一人僕は何を探そう。どんなに遠く離れてでもいつかまたこの街で会えるよと、涙で誓ったあの日から、どれほどの時が流れただろう。青い炎が揺れている。破り捨てられたチケットは
ありがとうございました。